じゃあちょっと食べますかね、うん、お豆腐ね、うん、体にいいからね、うん、あ、枝豆豆腐ね、ね、私いつも食べてるみたいね、みんなと配信してる時ね、とても食いしん坊だよね、ありがとう、ありがとうね、うん、ありがとうね、うん、うん、おいしい、冷たくて、うん、夏はさ、うん、こういうもんがいいね、うん、最高だよ。今度でうちのじいさんはもう仕事終わってるね、うん、あれ誰だろう、慎吾、あれ、はい、どうしたん、誰、困った、ちょっと待ってね、はいはいはい、ちょっと待って、誰ですか、困ったな、誰か来たって、どうなの、はい、ちょっと待ってください、困ったな、あ、はい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 、どうぞどうぞ、今電気つけます、はい、どうぞ、あ、ゆうせんさん、こんにちは、はい、あの、いつも、はい、リスナーなんですけど、はい、今日、三嶋神社行ったんですよ、はい、で、ゆうせんさんがお風呂に入ってなくてって言ってて、ええ、あの、皆さんが、ええ、体を拭くやつって言ってたんで、ええ、私、大宮なんですけど、ええ、持ってきました、あ、そう、もう、ゆうせんさん、大変歩くの、ええ、大変なんですよ、はい、なんで、これ使ってください、ええ、今日慎吾さんいないんですか、あ、いますよ、はい、慎吾いる、ええ、あ、だから、じゃあ慎吾さんに説明するか、使い方、いや、慎吾、こっち来ないよね、私の部屋の方に、あ、本当に、うん、じゃあこれやっていいですか、大丈夫ですよ、じゃあこれもう、心配しないでください、それで、私毎日見てるんですよ、ね、で、大宮なんですけど、なんて言ったんですか、まあ名前はいいんですけど、で、これね、はい、体拭くやつ、で、これで体拭けば、あの、お風呂入らないでも大丈夫、あ、そうなんだ、これで、ええ、これで拭いて、でも心配あのかけちゃうからね、私も本当にね、で、これね、あと飲み物、暑いから、暑いから、これあの飲みながらやって、そうな、うん、困ったね、ちょっと待ってね、なんかやるから、これほら、でほら、慎吾さん買ってくれたんですよ、ブラウス、ね、はい、あのね、ちょっと待ってね、ちょっと一回閉めるね、はい、で、私、持ってこよう、持ってこようって、あれでは書いたんですけど、有言実行で本当に持ってきたんですよ、あ、そうなんですか、あんまりね、あの、皆さん本当心配し、あの、かけちゃうから、あの、あんまりね、お金使わないでください、本当に、私もね、恐縮しちゃうから、いや、いいの、いいの、私好きでやってるんだから、でもね、私もね、本当にね、そうなんですよ、ちょっと待ってね、大丈夫、うん、大丈夫だよ、ちょっと待ってね、よいしょ、今やってるんですけどね、うんうん、そう、やってるよ、見てる、あ、そうなんですか、ナイスやってんですよ、うん、知ってるよ、そう、よいしょ、ちょっと待ってね、よいしょ、よっこいしょ、これ私がね、買ったやつなんだけどね、
今やりながら食べてますけど、うんうん、なんだっけ、カルシウム、あ、いいですよ、大丈夫、気持ちで、うん、ね、気持ちなんですけど、私ね、やりながら食べてるカルシウムなんですよ、ね大丈夫よ、先生、うん、ダメなんだよね、もうこういう体だからね、うん、つえ、2つついたら、あ、2つならいいね、2つ、うん、そうだね、こういう押すやつがあるから、あの輪っかのやつ、そう、うん、あれだったらね、うん、いいね、うん、あれで、ここならそれでこう押しながらね、2つのやつで、そうすればいいよ、そうだね、安定感あるよね、うん、だからこういうとこに捕まってね、うん、で配信するときに、はい、椅子を膝掛けがあるやつ、そうすると楽、ああ、で、うん、あ、そうなんだ、だからそれもう一つがあるといいね、あります、これリスナーさんにもらった、うん、だからそれ2つで、もう一つある、あ、2つあるといいよ、そう、あ、そうだね、2つだったらね、大きいね、うん、そりゃそうだね、だから気をつけて、あ、はい、まあ、今の配信中でしょ、そうね、リスナーさん待ってるから、はい、はい、ごめんね、帰る、はい、大丈夫、うん、で、これね、じゃあ拭いてね、あ、ありがとう、ほら、みんながね、昨日、うんうん、ほら、なんてアンチがどうのこうの言ってたから、うん、だから持ってきたからです、あ、悪いね、だから拭いてね、ありがとうございます、悪いね、悪くない、うん、これほら、私がさ、配信中に食べてるね、カルシウム、これ食べてる、それくれるの私に、うんうん、あ、ありがとう、じゃあせっかくだから、もらってきます、結構ね、賞味期限結構持つ、ここにね、分かった、見るからね、ね、いいよ、リスナーさん待ってるから、うん、吉江さん、ね、10月1日まで、分かった、ありがとう、うん、ありがとう、じゃあもらってきます、はい、じゃあ吉江さんまたね、はい、毎日おナイスをしてるからね、はい、ありがとう、ナイスをしてくれてる、押してるよ、あ、ありがとうね、すいません、じゃあ吉江さんまたね、わかんないけど、またね、またありがとう、愛してるからね、はい、ありがとう、アンチはいっぱいいろいろ言うけど、うん、本当は慎吾さんはいい子だよ、私も息子いるから、あ、そうなん、うん、ね、慎吾さんはもっと優しいの、これ優しいの、優しい、ね、うん、相原さんもいい人だから、そうか、うん、私は分かってんだから見てて、ありがとう、ね、ありがとうね、本当にね、はい、はい、ありがとう、ありがとう、重たいから、大宮、ね、大宮、あ、そうなんだ、じゃあね、帰るね、ありがとうございます、はい、悪いね、はい、申し訳ないです、はい、はい、ごちそうさま、ああ、大変だ、どうぞ、信号出てくるね、どうぞね、あ、あいからかと思ったんだ、ほんとね、こういう心配してもらうと困るんだよな、私も、もう気持ちだけで十分だから、ねえ、もう来てもらっても何もできないからさ、うん、暑いからさ、よいしょ、よっこいしょ、よっこい、よいしょ、よいしょ、ありがとうございます、悪いね、皆さん、悪いね、皆さんね、ちょっと待ってね、悪いね、たまげた、誰かと思った、あやらかと思った、鍵かかってないなと思ったんだけどね、はい、ありがとうね、皆さん、もうお待たせしました、お待たせしましたね、ありがとう、よいしょ、どっこいしょ、はい、ありがとう、お待たせしました、誰よ、こんな時間に、リスナーさん
リスナーさんだって、うん、大宮の人だって、うん、ね、うん、勝手に生きちゃダメだよね。でも、まあ、藤間とゆいちゃん、うん、ね、うん、山根さん、よしみちゃんナイスでしたよ。でありがとう、ありがとうね、うん、ね、今の障害者リスナーは誰だ、乗ってみろよだって、うん、こうちゃん、ちょっとマナーがなってないわなって、うん、みきちんさん、よせいさんこんばんは、ナイスって、ありがとう、いつもありがとうね、うん、みんな来るようになったら困るから、はっきり言った方がいい、うん、だからね、言った、うん、お気持ちだけで結構ですってね、私何もできないもん、来てもらってもね、うん、困るんだよね、お気持ちだけで結構ですね、うん。